夢ラジオ第1930回、今日は令和元年10月17日木曜日です。時刻は午後8時半、横浜港北、木曜の夜。街は雨に煙っていますね。夕方から雨が降り始めました。センター北の観覧車、オレンジの光も少し潤んだ感じで、街全体が落ち着いたしっとりとした雨の夜、1930回目の夢ラジオです。今日はマーケット取引はせず、午後からは湘南でお仕事、もうすぐ前橋の女子オンラインで英語習いに来ますが、それ以前の時間使っての夢ラジオです。1930回目、夢ラジオ、今回は大東亜戦争の日本の軍艦従順青葉取り上げます。従順洋艦青葉、この従順洋艦というのは大体1万トンぐらいの排水量で、で主砲は20センチけれど魚雷も撃てる。で駆逐艦はというと、もう魚雷専門、水雷部隊ですね。で戦艦はというと、もう魚雷なんか撃ちませんから、まあ、この従順洋艦というのは、その戦艦と駆逐艦の両方を併せ持つ、そして大きさもちょうどその戦艦と駆逐艦の真ん中みたいな、そして主砲も40センチぐらいになってくると排水量はそれこそ3万トンを超えてきて、で大和みたいに主砲46センチだと、もう排水量は6万トンぐらいでしたね。だからそんな艦と比べたら、まあ小ぶりなんですけど、けれど活躍しましたね。大東亜戦争、海の戦い、特にソロモンの海では。とはいえ旧式の戦艦がソロモンで頑張ってたでしょう。金剛、榛名、比叡、霧島で、従順もやっぱり旧式の、つまり大正期に作られた青葉、古高、衣笠、加古、これが活躍しました。最新鋭の大和、武蔵、そして長門、陸奥、これは温存された、まあいつか来る艦隊決戦最後のね、それに備えたんですけど、まあ旧式の戦艦、旧式の従順でソロモンの海戦いで、最終的には負けましたね。ガダルカナルからは昭和18年の2月転進ですよ。ただしこの今回の主人公、従順青葉なんですけど、やっぱり期待された船ではあり、ですから
なんていうのか、その従順青葉の動向には昭和天皇もね、昭和天皇もなんか気を配っていたとか、青葉はどうなっている？昭和17年8月からのソロモンの戦い、海でね、第1次ソロモン海戦、ここに青葉出撃しました。道警官衣笠、古鷹、加古、そしてこの時の旗艦は鳥海、三河軍一、中将、全体は第8艦隊と言ってましたが、このさっきの4つの従順、これは第6戦隊と言ってました。この前回お話した第1次ソロモン海戦では、この5つの従順使ってもう日本海軍圧勝したんですが、まあこの時だけですね。その後第2次ソロモン海戦では勝てなくなり、そしてサボト沖海戦、このサボト沖海戦も夢ラジオでは前回というか以前にお話ししてあります。このサボト沖海戦でこの青葉は手ひどい打撃を受けるんですよ。ただ沈没はしませんでした。後藤有朋少将、第6戦隊を率いて、このサボト沖海戦は日本の偵察員の肉眼での見張りが、アメリカのレーダーによる攻撃に負け始めた、レーダー偵察に負け始めた、そんな戦いでもあります。サボト沖海戦、この時は攻撃部隊青葉、古鷹、衣笠、加古というのは第1次ソロモン海戦の後潜水艦によって沈められていた、だから3隻になってたんですね。この3隻が攻撃部隊で、あとガダルカナルへの輸送部隊もあった。陸用、もう兵士が待ちわびる糧食、あと火器、弾薬、薬品、これを満載した陸用の輸送船団とで攻撃部隊が、まあ、分かれて行動していたんです。ですから夜中に船影を見ても同士討ちは避けたかったんですね。これは日本だけでなくアメリカの海軍でも同士討ちがありえたので、日本もアメリカもどちらも同士討ちを避けるように、けれどアメリカでは同士討ちが起きて、このサボト沖海戦では船が沈んだりしてますね。後藤少将、旗艦青葉、野戦ですね。このサボト沖海戦も野戦なんですけど、敵アメリカ軍がレーダーを使って待ち伏せをして、そして T 字を描かれてしまったんですよ。その先頭に青葉がいた。しかもその船影は見えるんだけど、それが味方かもしれないということで逡巡しているその一瞬で敵からの一発。しかもこの初弾がですね、アメリカの
放った初段がこの「帰還赤城の環境を貫く」っていう、すっごい夜なのにね、アメリカの砲撃も見事ですよ。で、後藤少将はこのもう瀕死の重傷、片足を切るような。で、翌日後藤さんは出血多量で亡くなりましたね。そりゃそうでしょう。ただ指揮を取り続けたんですよ。ただやっぱそんな重傷を負ってたら、まともに考えられませんから、部下が引き継ぎますってことで、右へ退避行動を取ったんですね。アメリカが左から撃ってきてましたから、右へ退避行動、西の方へということです。地図で言えば南西の方ですね。で、アメリカが東にいたんですよ。で、ちょうどその道警官の古鷹がその時に退避する青葉 TJ 係汽水舷より上に被弾多くしたものの、機関が無事だったので青葉はなんとか煙幕張って逃げ、そして古鷹がその後からやってきて、ちょうど逃げる青葉、そして追う、アメリカ艦隊の真ん中に来る。ということは、アメリカからすると今度は絶好の標的が古鷹となり、ここで古鷹は沈没しました。青葉はこの時沈没は免れていますね。なんとか機関が無事だったので、トラック島へ帰れたようです。そして内地で修理、過去を失い、そして古鷹も失い、で、実は衣笠っていう、この衣笠がこのサボ島沖では大活躍したんですけど、つまり衣笠は前の2つの青葉古鷹が右の方へ、南西ですよね、南西の方に向かっていて敵の標的になっていますから、今度は左の方へ向かったんですね。そしてアメリカの従順に一矢報いた。で、この衣笠は第3次ソロモン海戦、これはもう11月でしたね。ここで奮戦するも沈没。だから第6戦隊はもうこの時点でもう運算無償し、残っているのは青葉だけ。青葉はこの後第8艦隊に編入になりました。そして青葉修理終え、再びソロモンに現れるも、もうガダルカナルの戦いは終わっていて、そしてニューギニアの戦いですよね。そこでも被弾受け、やっぱり修理でも沈まなかった。そして冷帝沖海戦、もう昭和19年になってます。冷帝沖海戦、昭和19年の10月ですね。この時にも青葉は被弾潜水艦からの雷撃受けるんですけど、なんとかこらえ、そして熊野っていう従順があって、この青葉と熊野が同じ行動をとってたんですね、隊を組んで。で、最初は青葉が被弾して、その青葉を護衛する形で熊野がいたんですけど、最後はこの熊野が集中攻撃を受けて、で、青葉は5ノットではあってもまだ出せた。で、熊野はもう沈没しましたね。で、青葉は曳航能力なしということで、熊野を置いて
内地に帰還、これは仕方ないでしょう。潜水艦にやられ、艦載機にやられ、この冷凍機海戦の時、青葉は方法の手で呉軍港に戻ってはきましたが、もうほっとかれましたね。これは修理できない。昭和20年3月に1回、7月に2回、特に7月の空襲、呉軍港の空襲、浮き放題になりましたが、青葉はほとんど活躍できませんでしたね。もうほったらかし状態でしたから。戦艦伊勢、あるいは戦艦日向、このような、戦艦、あと春名もいましたね、は浮き放題として頑張った。この呉軍港の空襲の時にも、ただし青葉はもうあまりにも冷凍機海戦の損傷ひどく、けれどなんとか沈まずに、まあ着底したんですけど、なんとか内地で終戦を迎えた、そんな従順です。ただし従順青葉、やっぱりの最後と言うべきですね。従順青葉の最後、呉軍港で着底し、そして傾いて、その姿は戦艦日向、戦艦伊勢とて同じことでした。利根という従順もこの時呉の空襲にいました。訓練で空襲でやられました。考えてみれば、青葉、大東亜戦争出ずっぱりなんですね。ソロモンの戦いからお話はしましたが、実はずっと出ずっぱりなんですけど、まあ一番この青葉が光ったのは、やはり旗艦として参戦した大じゃない、サボトーキ海戦、ここでしたね。あとはもうあまり働きできず、そして被弾だけはし、けれどなんとか沈まずに帰ってきた、そんな従順でした。夢ラジオ第1930回、今回は従順青葉の最後、こんなタイトルでお話ししました。もうすぐオンライン授業始まります。